ノーミスでいけ、ノーミスで、いくぞ、ノーミスで、せーふい、せーごーふい、ふい、へい、せーと、どんな球でも打つぞふい、あーすかーふい、それはちゃんとしっかりふい、さあ、これぞ、しっかりとふい、しっかりと、しっかりふい、しっかりと、しっかり投げて、しっかり打つ、ごめん、あ、ごめん、しゃあ、あ、ごめん、はいはい、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 守備だったらね、こっち側だけでいいんだけど、他の人は何するのか聞いてないから、撮影が来てるとか関係なくても、昨日やってきたところで、今までやってきたことを声出してやりましょう。はい、はい、続け、よく見ろ、ボールの時間、おーすおーすどうだ、あーすあーすあーすもう、バカンそうあーすねスカイパイ、スカイパイ、スカイどうだアーチどう後ろ小さく、前を引くあーす後ろ小さく、前を引くそうだ、よいよいよ、かわいい、そしてもいい、バットコントロール上手、いきまーす、ねえ、下の子、下の子、おいいよ、引っ張ったっていいです、いきまーす、さあ、引っ掛けた、2-3からカーブ、面白いね、あー、あー、怖い、やべえ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 、ごめん、おう、さあ、決めよう。だおい、あ
ゃあ最後ね、キャプテンに、来てもらいました、お名前をお願いします。山岡レイトです。レイト君、はい、今日はね、散々煽ってくれてありがとうございますあ、じゃあ最後締めということで、もう総括してもらうかな。こんなチームだよって、まあ、この前も言ってもらったと思うんだけど、はい、再度ちょっと言ってもらえると。昔からなんかちょっとある変な上下関係とか全くなくて、うん、チーム中の仲が良くて、はいはいはい、まあ、前取材してもらった時よりも少しもうちょっとメリハリがつけるようになって、自分たちで考えて行動できるようになったと思います。この3ヶ月すごい成長したねでも本当にね、さっきピッチングも見せてもらったけど、もちろんね技術も成長してるんですけれども、数ヶ月の間にその礼儀だったりだとかっていうのもさらに成長してるなっていうのは、感じたし、本当にキャプテン中心となってね、2年生、1年生をまとめて、選手主導で、動いてるチームだなっていうのは見てる 僕らからしてもすごい感じることができました。じゃあ、このチームに入ったらこんなことが成長できるよってあります？バッティングとか守備とかピッチングとかそういうのはもちろんなんですけど、はい、野球に対しての姿勢とか、うん、まあ、野球ノートとか書いてるんですけど、うん、まあ、そういうなんか人チームメイトの考えとかも分かって、なんか人の考えを聞いて成長できるっていうのは、はいはい、結構まあ、いいっていうか効果的だと思うんですけど、他のチームではそういう人の意見から自分の考えが変わるみたいなことないと思うんですけど、うん、このチームはそういう声かけが多いんで、本当にね、はい、それは思った。自分が短所だと思っているところを人の長所から学んで成長できるところが、うん、そこが、まあ、いいところだと思います。そうね、技術を盗めるって言ったらいい。技術、思考を、考えをね、他の人とも盗めるので、それを自分のものにできるっていうのは、まあ、すごく成長にもつながるし、監督コーチとか、はい、野球ノートでのやり取りもあると思うので、本当に風通しもいいし、今風強いしハイポイントはごめんね、そこもね、やっぱりすごいいいところだなっていうのは感じますね、はい、じゃあ最後にどうしようかな、メッセージ、入団を考えてる選手たち、ちょっとメッセージを。最近に来てくれたら絶対に楽しくして帰らせて、まあ、あげるので、まあ、ぜひ入ってくれたら、まあ、さらにもっと楽しくうまくなれると思うので、ぜひ体験からよろしくお願いします。はい、でもこうやってね、今ねちょっと猫かぶってるけど本当にねキャラのいいキャプテンなんで、すげえよ、一緒に守ってたらへーへーへーとか言ってくるんだから、まあ、そうやって本当に楽しめる、野球を心の底から楽しめる、まあ、心の底から楽しんでるキャプテンがいるので、もう本当にそういうチームに染まっているなっていう、感じがするので、ぜひぜひ皆さん、ニマボーイズさんに、まあ、体験会などで、ね、インスタなり、連絡先下に貼ってますので、皆さん気になる方はぜひチェックの方を、よろしくお願いいたします。それでね、まあ、体験会なども行ってみてもいいんじゃないかなと、てかぜひ、行ってみてください。はい、じゃあ本日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、また今後も、入間ボーイズさんぜひぜひよければ、お付き合いの方させていただければなと思いますので、キャプテンなりみんなのね、成長を、どんどん追っていければなと思います。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。